まだ。最初に食べて親、はい、はい、この方が柔らかい、あ、全然違う、全然違う、おいしい、うん、味付けが、なんて言うんだろう、肉自体さっぱりしてるんだけど、うん、味付け濃いから、ご飯が進む、いやそうだね、すごい、唐揚げも食べよう、おいしい、ジューシー、味は濃い、うん、あっさりしてる、あっさり、うん、これはうまい、鶏鍋、うん、ごちそうさまでした。藤ヶ丘食堂さん、はい、食べました、食べてきました、美味しかった、うまかったね、ほんと美味しかった、鶏焼きってほらこっちの方じゃ全然見ないじゃん、そうだね、ね、三重だけなのかな、どうなんだろうね、いやでもうまかった、もうしかもさ、うん、あの親と子で全然もう歯ごたえ違うじゃん、もう全然違う、すぐ分かるじゃん、うん、あこれ親だ、あこんなに分かるんだなっていう感じだよね、これ親だこれ子だみたいな、うん、どっち派、俺子供だな、やっぱ子供は本当にこう柔らかって感じだもんね、あ鳥ってこんな感じなんだ、ね、結構なんだっけ、その焼き肉じゃない、鳥焼きで、うん、1人前、うん、親と子を1人前ずつと、うん、あと唐揚げ、唐揚げ5個、うん、とあとご飯と味噌汁とあと鶏鍋、うん、6品、うん、食べたのかな、それでまあ2000いかないぐらいだから、そう、400m 先で結構お腹左方向です、いっぱいじゃん、うん、いやいいね、すごくいい、ありがたいよね、あれは。そういうことで、めちゃくちゃうまかったです。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。
ちさんといて。なんで？疲れたから。っていうことで。2時間半運転頑張ってくれたので、ここからはつこさんが頑張ります。ご飯作ります。ご飯作ってくれます。今日はなんと伊勢うどん、スーパーで安かったもん。そうだね、やっぱ三重県は伊勢うどんの、でもなんか稲庭風うどんもあって、それはね、どこにでも持ってんじゃない。そうなんだ、うん、けど風だから、ね、あれはね。じゃあ作りますか。はーい。なんと、そうそう、なんちゃってカミさんの違ってます。ネイビーと、そう、タレ付き薄めずにそのままかけて食べてくださいって。できた。巻き寿司、韓国風、焼肉風、分かんない。適当。伊勢うどん、伊勢うどん食べよう食べよう。いや食べよう食べよう、はい、よかった。おりゃ、じゃあスープを。
ネギ入れる？うん、入れる。かけるよ。はい。はい、もういい。そのぐらいでいいかな。本当？うん。じゃあサービスしちゃう。まあ、あんた食わねえからな。うん。はい。はい、ありがとう。じゃあいただきます。いただきます。伊勢うどん。じゃあ早速。どうですか？うん、ネギです。あ。そうだね。うん。固まってる？うん。もしかして。いや。